こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。いいですね。会いましたね。はい。パラオにさ、ドルフィンズパシフィックっていう施設があるんでね。キコがあの大学の時に。あれ2年の時行ったんだから。2年の時行った。3年前なんだよな。4年生ですそうね。夏行ったんだもんな。夏休み。9月。そう。9月だ。9月。1ヶ月ぐらい行ってね、お世話になって。研修という形でね、大学で派遣してくださって。そう。で、まあ妙な縁でさ、今あちらで働いてる根津さんっていう方がいる、女性の方でね、キコもそうだったね。そうそう、で彼女はね手塚山大学で、非常勤の講師やったのかな、キコが入った頃か、そうね、そうで手塚山大学に宮川先生っていう、アニマルセラピーね、やってる先生で、イルカのこともずっとやってきてる先生で、まあその先生のもとでキコは勉強したくて奈良の大学行ったんだよね。そうイルカと心理学スペースイルカで検索したら引っかかったのが奈良の手塚山大学だったっていう。で、まあ、挨拶に行ったらさ、いや実はね小原さんの本読んで小原さんの本当の大ファンがいるんだっていう話になって、で根津さんと引き合わせてくれたわけよ、で一緒にお話をしてさ、ただね、パラオにこれから行くっていうことも言ってたし、それからパラオ行く前にも気候のこといろいろとねボランティアで障害児のボランティアとかさ、いろんなボランティアでこう連れてくれたりしてたの、ね、でその人からメッセージが来てさ、その施設がさ、その桟橋がね台風かなんかでちょっと壊れた、パラオね、それでその修繕するのにさ、お金にすっかかるわけじゃん、それを今クラウドファンディングで募集してるんだっていうことでね、でもうどうだろう、あと2日とか3日とか、あ、そうなんだ、それぐらいなんで知らなかったけど、それで来たからさ、まあね、わずかだけどさ、ちょっと寄付させてもらってさ、でそしたらまあお礼のメールなんか来たんだけどさ、彼女はそのイルカみたいに着てみようっていうのをね、だからいくつぐらいなんだろうな、中学生とかさ、それあると思うんだけどさ、ね、その時にこう自分で初めて買った本なんだって。あなたの本を初めて買った、そう、すごい縁だね。そうでそれを読んで、すごくイルカに興味を持って、それからずっとイルカの世界をこう、生きてきてるわけよ、で実際にそのまあ、例えばイルカ関係の仕事をしたいっていう夢を持ってさ、で結局彼女は実現してるわけよな。そうだよね、夢を実現して今本当にパラオ行って、パラオで、イルカとイルカの仕事をして、で多分パラオこの間彼女結婚したんだよね、それもまあやっぱり同じような仕事の人かもしれないしね、だから彼女としては本当に、まあね、イルカみたいに生きてみようが一つのきっかけになって、それでこうなんか自分の人生を決めたというさ、ね、あのね今ちょっとネットで見たらね、これ大和書房から出てるじゃん、1997年だって。ああそう、1997年、だからキコが2歳の時だよ。そんなもんだな、キコが2歳の時、だから20年以上前の話だから、前の本を、すごいね、だからまあそういうようなことで、そういうご縁でさ、こうやってね、またつながってるっていうか復活したっていうかさ、でまたそういう、その本返して俺に感謝してくれてる人が、なおかつうちの娘をの面倒見てくれたというね。そうそうそう。これすごいでしょ。パラオでもいろいろ気候せんなってるわけだからさ。だからね、パラオは、来年はね、パラオ行こうと思ってる。いいね。まあ、希望者募ってね、みんなでパラオ行ってさ。またね、小笠原とは違うと思うんでね。だひょっとしたら小笠原がパラオに変わるかもしれないし。そうね、これはちょっと状況を見ながらだけどさ。そうね、両方行けたら一番いいけども。一番いいけどな。まあそんなことでさ。本当になんかこう嬉しくなるようなワクワクするような、そういう風なことがあってね、いいよね。あのほらパラオにはね、あの施設のこと、私もほら気候がさ、研修に行くってんでいろいろ調べたけども、あの水陸両用の車椅子ね、障害を持ってる方がその車椅子に乗って、ずっとこうイルカのいるプール、ただまあイルカは当然のことながら野生ではないね、そこで飼育されているとかトレーニングされているイルカなんだけれども、障害を持っている方もその車椅子に乗ったまま海の中に入って
そうだよね、うん、だから小笠原もいいけどちょっとさ、うん、車じゃいけないしさ。そうね、まあ、船が新しくなった分、ね、前の小川丸よりは動きやすいと思うんだけれども、やっぱり、うんうん、向こう行ってからもな。そうだね、な、島についてからが、ああそう、うん、じゃあ、あのクルーザーに乗れるかったらちょっと厳しい、ね、ちょっと厳しいでしょ。そういった意味では障害を持ってる方は本当海外の方が動きやすいんで、ね、空港の作りとかも全部そうだし、そう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 、うん、もうこうバリアフリーだから、そう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 、ハワイなんかも感じたけど、そういうのはあるよね、うんうんうん、だからそういう風なさ、うん、まあ、その流れなのかもしれないね、うんうん、まあ、あのちょっとね、うん、あの考えたね、あ、来年は行こうって。そうか、ね、行きたいね行きたいねってね言ってた。キコの話も聞いて行きたいね行きたいねと言ってたけれども、なかなかね、うん、もう決めないとダメだ。そう、やっぱり決断は必要よ。そうだから、まあ、うん、向こうはさ夏じゃなくてもいいわけだからな。そうだね、春行ったっていう、うんうんうん、それもちょっとさ情報仕入れながらさ。そうだね、また根津さんに相談しながらね、いつに、やっぱり費用が比較的やっぱ安い時に行きたいと思うしさ。そうだな、うんうん、ちょっとピークをずらしていきたいし、うん、そうだよね、うん、うん、確かね、成田からだったら直行便が出てるんだもんな。そう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 、成田から出てると思うよ、うん、だからそのまあクラウドファンディングか、うん、あのあと何日かだっていうけども、ちょっとフェイスブックに上げとけば、上げた上げた、あのシェアした、シェアしたよ、うん、本当気がつかなかったね。そうだから本当そういうさ、ちょっと応援してみようっていう人いたらね、そうだね、ぜひ ね、 応援していただけるとね、うんうんうん、いいよね、うんうん、いやでもそう、あなたの方を最初に買ったってとこ、これ知らんかったね。そうだよね、だから本当にあのイルカみたいに生きてみようっていうのはね、うん、あのなんかすごい大きな働きをさ、うん、してくれてる本なんだよね。うんうんうん、うん、そうね、だから今、うん、私も小笠原行くときにさ、うん、あのほらあの T シャツ、うん、あのいつも毎年、ね、あのチームカラーじゃないけども、あのイルカみたいに生きてみようの、うん、あのイルカのイラストで T シャツを作ってさ、そうだ、ね、皆さんにお配りしてるんだけども、やっぱあの方も大きいよね。そうだね、うん、そう、うん、でまたね小笠原も、うん、一応5月の末にはあの 船使わないといけないから、もしんだ、うん、だから絶賛募集中です。そうそう、その辺でね、うんうん、あの生きてみようっていう人はもうあの申し込みのね、はい、準備してほしいし、うん、あの問い合わせとかも全然 OK です。うん、うん、そうだね、うん、うん、あの皆さんね、どんな船なのか、24時間船っていうとさ、なんかとんでもないね、大変とかと思うけど、うん、私も最初思ったもん、やっぱ、うん、勇気いっちゃうよ、うん、行く時に、うん、でもやっぱり違うね、やっぱり年に一度あそこに行ってリセットすることでどれだけ今自分にいい影響をもらっているかっていうのは、そういうことだよね、しみじみ感じる。そうだと思う、あの、うん、向こうで特に何かするという、そういうことじゃなくてさ、うん、あそこにいて、まあ、まず集まった仲間たちがすごく縁のある仲間だから ね、うん、そうだね、なかなかさ小笠原行こうったって、ね、そう思わないんだからさ。そうだね、うんうん、そういうとこから始まってさ、うん、それはあるね、ね、あのこの、うん、ほら萩原先生がさ本当に嬉しかったんだけども、うん、がんの患者さん、うんうん、ぜひ、うん、あの小笠原に、ね、うん、あのご案内してくださいっていう、うん、おっしゃってたじゃないですか、うん、でやっぱりなかなかそのスイッチが入らないと、非日常にならないとスイッチは入らないとおっしゃっていて、何かこのポーンと小笠原といういつもと違う空間にいることでスイッチが入っていい方向に行くんじゃないかって、自然治癒力を高めるとか免疫力をアップさせるとか、そういったことにやっぱり日常普段の中でなかなかこう変えるって人間って難しいじゃん、うん、だからそういう場所を変える、やっぱり24時間船に乗ってあそこに行って、ね、美しい海を見て、ね、イルカに触れ合ってね、そこでやっぱり何かこう自分の免疫を上げるっていうかさ、そのスイッチが働くってこう萩原先生がおっしゃってくださったんだよね、1回1、うん、5日1に一緒に行った時に、あ、うん、なんかやっぱりそういうことってがやっぱり私にも起こったのかなと思う、何かのスイッチが入るってことがね、だからじわじわとさ、うん、ね、うん、あの24時間かけて、うん、移動していくっていうのはまたこれいいんだよね。そうかもしれないね、うん、そこに向かって非日常から、うん、あの日常から、日常の生活から非日常に行くためにやっぱそれだけのものが必要だってことよ。そうそう、だから何でもかんでも新幹線でピッと行ったり飛行機でピッと行ったりっていうことがさ、うん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 、多いけどさ、うん、ね、うん、この頃ね、うん、その愛媛車で行ったりとかさ、うん、ね、ちょっとそんなよね、サービスエリアなんかに寄ったりすると、うん、なんかいいよね、やっぱり体はちょっと疲れるけどそれ、ね、ああいう旅もいいしね。そうだね、うん、今年はなんかあのうちの車活躍してるからね。そうそうそう、だからそういうふうなさ、ね、まあ移動もさ、イルカビレッジも行ったよ、豊橋も行った、イルカビレッジも行ったし、うん、やっぱりこう行った、うん、早く行けばいいってもんじゃないし、そうだ、ね、便利ならいいってもんじゃないという、やっぱりこうちょっと不便というかさ、そう、ね、うん、そういうものも味わいながらね、うん、行くっていうのも大事だしな、うん、と思ってる。だからまあ本当に
イルカということでさ、うん、まあ小笠原があって来年はパラオがあると、うん、いうふうな形でさ、うん、まあまたちょっと楽しみが増えてくる。そう ね、また本当に小笠原とパラオ違うだろうから、うんうん、違ったこう非日常を体験できるからね。そうだね、うんうん、また今年もねどんな方が申し込んでくださってどんな旅になるのか。そうだね、ワクワクドキドキで、うん、そう、うんうん、楽しみだよ ね、うんうん、まあ本当にねあのイルカと出会ったことがきっかけでイルカさんには随分と楽しませてもらえるよ、うん、本当にね。あら終わりなさい。おしまいでちゃいます。はい、どうもありがとうございました、うん、ありがとうございました。